こんにちは。エクサビザーズ代表取締役社長の石山です。当社は2021年12月23日に東京証券取引所マザーズに上場しました。これまで当社を支えていただいたステークホルダーの皆様には心より感謝を申し上げます。この動画では当社の事業の概要を簡単にお話ししたいと思います。エクサビザーズは顧客企業の経営課題を解決する AI プラットフォーム事業と、そこから汎用的な課題を抽出し横展開をしていく AI プロダクト事業、この2つのビジネスモデルを展開しています。当社はこれらの事業を両輪として回し、さらにデータとアルゴリズムを蓄積することで加速度的な事業成長を目指しております。まず AI プラットフォーム事業では、企業の CXO が抱えるデジタル AI 戦略やDX などの推進に関する課題を解決するために、エクサビザーズの AI プラットフォームエクサベースに蓄積されたデータとアルゴリズムの基盤を活用し、コンサルティングや AI アルゴリズムソフトウェアの開発を行っております。我々は AI 技術の提供に加えて、幅広い産業に知見がある戦略コンサルタント、 UI UX デザイナー、さらに事業の現場を理解するドメイン専門家を集結し、現場の実装と継続運用を一気通貫で提供しております。こちらは当社サービスのユースケースとなります。当社は AI を展開する業種としてはマルチセクター、そして AI のアセットとしてはマルチモーダルを掲げ、幅広い経営課題に対して複数種類の技術要素を効果的に組み合わせ、困難な課題解決を可能としています。もう一つの事業である AI プロダクト事業は、日本の喫緊の社会課題である超高齢社会の進展に伴い深刻化する社会保障費の増大と労働人口の減少を解決するために、医療介護業界向けにはソーシャル AI プロダクトを、そして企業の DX 化を推進する DXAI プロダクトを幅広いお客様に提供しています。一例としてハナストをご紹介します。介護現場に音声記録のハナストを導入することで、介護スタッフの事務作業の負担軽減を実現しており、介護現場の労働環境の向上や、より入居者と向き合える時間を創出することで介護サービスの質が高まるなどの効果が生まれています。最後に、社会の課題はエクサビザーズの課題と捉え、個の進化と組織の進化を通じ課題解決のためのプロダクトを必ず社会に実装する、これが我々のバリューです。私個人としても、誰も取り残せれない社会を思いとして、この会社に集った幾多のウィザーズと共に、できる限り社会を幸せにしたいと願い、これまで事業拡大に取り組んでまいりました。当社は顧客の経営課題の解決、そしてその先の社会課題解決に常に軸足を置き、事業展開に取り組んでまいります。我々エクサウィザーズはこれからも AI を用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現していきます。